福本秀美術館、どうも、阿部でございます。今回は番外編、福本秀のパロディ画の紹介でございますけど、大阪の吉村府知事、うまいことやりましたよね。もう評価されてますよね。あれが良かった。大阪モデル。明確な数字が分かりやすかった。曖昧なのは得意なんですけどね。明確なのはちょっとな。しかもライトアップが良かったですね。太陽の塔とか、通天閣とか、外出自粛とか、休業のですね、解除の基準をクリアしたら黄色。で、ダメだったら赤。7日連続クリアしたら緑。わかりやすい信号と同じカラーですから。ね。私もね、なんか考えないと。小池百合子さんの東京アラートは、まあどうなんでしょうかね。赤に都庁したものの、レインボーブリッジしたものの何だったのかなって感じがしますけどもね。はい。福本秀の、太陽の塔であられる自民の塔でございます。はい。はい。自民の塔でございます。はい。これはですね、いいとこを取り入れましてですね。まあ、私の支持率が上がったときはですね、まあ、この黄色にしまして。で、落ちたときは、まあ、赤にしてまいります。で、7日連続で支持率が上がるようなことがあったら、これは緑にさせていただこうかなと思いますけどもね。まあ、私が上におりましてですね、まあ、下から、まあ、総理の座を狙う、まあ、石破さんをですね、まあ、下にしょうがないんで、まあ、書いてみましたけどもね。でも、ただ、自民の党だと、オリジナリティがないと思いましたので、私の得意な、アベノマスクをですね、ちょっと2枚、あしらってみました。はい。はい、あしらってみました。というわけでございまして、こんな党を本当に作ったら、怒られるんだろうな。というわけでございまして、余計支持率が下がるかもしれない。そんなことを思ってます。今回は、自民の党をご紹介いたしました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとう。